本当にそれは私じゃないです、やってないです本当に。心にビタミン C、バリトン系。 Good morning sunshine。 あー、ココちゃんやね。え、こっち誰ですか。こっち完全にすっぴんでございますね、このなんかね、ニキビ跡。なんやごちゃごちゃ言うてますけれども、うち話し出したら長なるから、早速ね、メイク動画の方やっていきたいと思いますので、よろしく。ちょっとくぐりましょう、ね、こういうゴム使うのやめや、あんたらもうほんまこれ、まあ、でも使えるから使うけどさ。ではね、早速ベースメイクからやっていくんですけれども、エリちゃんね、インスタグラマーの元エミレーツのエリちゃんが教えてくれて、もうちょっと奮発して買っちゃったよね。むちゃくちゃ良かったから。何ですかと。アディクション。こうやる。みんなようやってるやんな、こうやって。こういうやつ。アディクション。のシルキーバームプライマーと、アディクションのプライマーアディクション。メイクアップベース。そして、デレン。アディクションスキンプロテクターカラーコントロール004番です。はい、グリーンのやつですね。これを使っていきたいと思います。まずはこれですね、さっき言ってたメイクアップベースプライマーアディクション。このセンターマンみたいじゃない、わかるかな、若い世代センターマン。でこれもね、トゥントゥントゥン、ここもね、もう全体的に。で残ったのはもう膝につけると、ね、そしてこの、スキーバーベイビーちゃんとしよう。これは小鼻だったりとか、あのこの辺ちょっと毛穴目立ちますよっていうね、はい、ところで塗り込んでいきます、はい、これでテカらずに24時間過ごせますとまあ24時間は言い過ぎたかな、だって24時間ずっとメイクしてるかって言ったらそうじゃないから。そしてこちらね、はい、私は小指の爪ぐらいかな、ちょこの辺赤いんですよ私、まあ、どうせチーク塗るからいいねんけど、どない、はい、このね、お鼻のねところと塗り込んでいきます。頭ね、はい、膝につけると。次コンシーラーを使っていきたいと思います。カバーマーク、カバーマークのブライトアップファンデーション部分用 Y1 でザ・セムチップコンシーラー、色はナチュラルベージュです。これじゃ見にくいんで、羽子板みたいなね、卓球みたいな鏡使っていきますけれども、でここね、はい、私がよくニキビ栽培している、まあ、生理中ってもできるよな、これチュンチュンチュンって、はい消えた。あとはこのね、ザ・セムのやつを、このちょっとクマがねひどいんですよっていうところに、いはい、あげますね。ブスやな、はい、ねえ、ここ見てくださいこのね、顎ニキビの跡、これいい荒れてる証拠ですからね、ほんまに。でまたこのカバーマークに戻って、この小鼻のね赤みが、これなんなん、なんなんやと思う、この小鼻の、まあググれよって話ですね。自分で調べよう一回、みんなほんまに何でもかんでも喜んでいいかね。ねえ、ここね、キョン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 、もうほんまなんかあれちょっとムラなってへんぐらいでいいっす。オッケー牧場、じゃあファンデーションに行きましょう。で前まではあのミシャ1000円ぐらいのやつ、あれむっちゃよかって、あれ使ってたんやけど、ちょっとねなくなった時になんか気分転換で違うの使ってみたいなって思ったら、そのエリちゃんが使わせてくれたわけですよ。エリちゃん使いっつって、でむっちゃ良かったから、そう、アディクションアディクション東京のスキンリフレクトラスティングムーンプリズムバーンメイクアップの003番です。これをポコポコやっていきましょう。でもこんな感じで、あの目元は優しくね、やってくださいよ。もう赤みもどっか行けましたもん、ほら OK。でもう私は先に真空にあかん、え、放送禁止用語、大丈夫、真空に行くわけですけれども、はい、これ MAC、 ごめんなさい、これも消えとるんですわ、もう
これもなんか3年ぐらい使ってる。でもなくならへんねんほんまに。なんかちょっと調べときます。みんなどこにチーク塗るとかいろいろなんかあると思うけど、私はもうあのこうやってここはいからの、ほんとなんかもうなんみたいな顔。いやすごい。はい、OK ね。ちょっとこれ熱いから取るわ。チーク入れたよね。入れたら次はハイライト。これむちゃくちゃいい。1300円ぐらいあったけど、ロネ&シースルーベールライター、01サンキスドベール。太陽がキスしちゃったんかな。はい、これを塗っていくんですけれども、ちょっとあるあるやと思うねんけど、わかる？このあの漏れなく全部取れんねんけど、うちそれあの私の扱いが悪いだけで、やっぱねぶち込んでるからかな、全部取れちゃう。だからもう取っとくね。あの指でもいいですけれども、ピンピンでつけてポンポンってやって、うん、で若干まだ残ってんねんけど、これ置いといて、でこの中途半端な状態でアイメイク移っていきたいと思います。でアイメイク、まずはじゃらん、もうほぼないエクセルのアイシャドウベース。これもむっちゃ持つよな。これむっちゃいいから、これを、はい、この指なんやった？そう、ベニヌル、ベニヌルやつ。もうこれぐらい取ってね、ビーってやっていますね。ビービーって、ブリーンってやったら、次さっきちょっと余ってたこの粉ね、なんかもうとりあえずはたくね、とりあえず無駄ならないように。あの気づいてると思うけど、むちゃくちゃ適当やからあんまりね参考にならないかもしれない。そして次シャドウ、これもねプチプラもだいぶ助かってます。もうほぼ上の2色ないけど、エクセルですね。これも漏れなくやっぱりね私取れちゃうんすよ。なんなんこれ、ごめんな。これのこの上の2色を1,2,3,4,5 です。5してからのちょっと馴染ませたやつを下まぶた全体に塗っていくわけですよ。ここぷっくりさせたいから。次まだ下まぶたいってますよ私。クリオ、これもほぼない、これもむちゃくちゃ持つ、クリオのプロシングルシャドウパーフェクション G10 番。はい、見てください、もうないよね。これを小指に取って、ここのところに塗んねん。立体感が出ると思うねん、知らんけど。そしてこれはね、あの眉ペン、これどこで買ったんかな、パラドゥ、多分あのコンビニとかで買ったんやと思う。パラドゥアイブロウペンシルブラウン1。これをこのさ、こうした時にここね、おー、影を作るんですよ、影を。あ、影できたね。これでねさらに立体感が生まれましたということになります。そしてアイシャドウいくよ。はい、行こう。で次はね、これまたエリちゃんが、なんとくれました。なんか同じやつあるから1個あげるわっつって、やばくない？ですんごい発色が綺麗なんやけど、もうね私が使いすぎてほぼありません。これ何ですか？ルナソル、ルナソルのジェミネイトアイブ、あもう間違ったね、ジェミネイトアイズです、ごめんなさい。こらもうの01番です。何売っとるんだ、だからもうこれね、この色をブリンブリンブリン取りまして塗っていきますよ。わかりね、やりづらー、みんなようやってるわ、すごいよね。これをね、はい、どんどん上まで、こんな感じです。わかりますか、もう一色です。私はめんどくさいから眉毛すんの忘れた。まあいっか、後で。でからのクリオが出てきます。グリーンって取りました。これを中央に塗っていくわけですよ。でそして、あ、ちょっと目が離れてるんですよね、あのちょっとベベたい顔してて丸顔で、あの童顔なのよ、ほんまアホみたいな顔してるから、いつも誰がアホみたいな顔してないしてるから、ちょっとキリッとさしたいわけで、さっきのね出てきた、あ、もう蓋取ってますのやつを取って、ここ目頭で、ここね、はいはいはい、で塗っていきます。そして次アイラインを
やっていくんですけれども、私は2本使っております。まずラブ涙色、違うね、ラブライナーリキッド D ブラウン、ダークブラウンかな、と D アップ漆黒、漆黒かな、これこれ普通のブラックです。はい、さっき言ったように私ちょっと目と目の間隔が離れてるので、こっちもね、あの切開ライン若干入れてるんですよ。こっちでも入れていきます。やりづれ、わかりました、黒い目くそ、あんまり目くそとか言わないで、あ、でもここの私ラインね全部引かないのよ。この目頭のこの切開ラインと内側にほんのちょっと黒目までいかんかなぐらいの、とあと目尻、アイヒップ絶対いっちゃう、目尻のところだけちょんって切れ長の目にしたいと思うんで、緑でございね、ここ今何もないね、スカスカですわ、もうこういう感じです、わかります。なんでアイラインはこっからここと、こっからここ黒目の上のとこ引いてません。そして今日はちょっとね、二重のラインがはっきりしない、はっきりしないときはこれね、100均のこのなんかメッシュ状になってるあんのよ、アイテープが、これむちゃくちゃいいから、半分だけこうね三日月のように、わかるかな、取りまして、これをお水につけます。はい、でちょっと乾かしますね、これビーンって貼っていく、やりづらくない、え、むず、あ、しくったね、オッケー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 、という感じでオッケー。でここのブラウンさん下のね、これでこのさ、さっき引いたラインのとこくの字で埋めていくわけです。オッケーかな、どんどん着るもん減っていくわ、もうどうする、最後マッパでやってたら。次ね、アイメイクの仕上げ、マスカラいきましょう。マスカラはメイベリンラッシュニスタ、これむちゃくちゃいいよね、うん、もうねこうやって適当に塗ってください、もうギザ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 して、 OK で、こうさちょっと上がっちゃったやん、まつげ私嫌なのこれ、だからあえてここで下げます、私は、こういう感じです。まつげは私は上には上げません。それね、皆さんそれぞれ目の形合う合わんあると思うねんけど、私はやっぱりなんか合わへんのよね。 OK で下マスカラもねやっていきましょう。絶対こうなるよな、ほんまに。でちょっと眉毛忘れたけど、まあ、眉毛ね、私あのタトゥーあなねねねあなねねねえタトゥーを入れてるので、まあまあね、いつもはもうこれにマスカラするだけなんですけど、最近ちょっとやっぱこの辺ね、毛なしさんになってきちゃったんですよ。なのでここを埋めたい、もうこもう絶対これやん、もうみんなみんなそうじゃないん。 Kate、EX5 ブラウン系です、この付属のやつで、この辺もうほぼこれでいいです私は。そしてマスカラはもう何も書いてない、キャンメイクカラーチェンジアイブロウの01番です。もうコスパいいよね、ほんまにありがとう、シクランハビビっつって、これをねブリン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 ってやっていきます。 Almost done。 やっぱねちょっとまつげ上がってるの気になるから、私こうやっちゃうんですよ、こう下げちゃう。で最後リップいきましょう。でリップはめかい、めかい、あのねまず保湿しましょうね、もう持ってるやつで、これもう何でもいいですわ。で皆さんからよくご質問いただいていたリップがアディクション東京ザマットリップリキッド010かな、これ読ます気ある、これね、あの友達が誕生日プレゼントにくれてんけど、去年のザ・ W のじゃ2回戦か、9月25日とかなんかそんなやったと思うんだけど、その前ぐらいにや
私の誕生日9月6日黒の日9月6日にあるんだけども、それでくれて、ヒロピーありがとう、ずっと使ってる。そう、むちゃくちゃいいねん、これをね。もうセンターマンや。はい、オーバーリップ気味に書いていきましょう。うんごね、でもさ、こっちもうわからん30分ぐらい前に半分化粧して塗ってるからさ、若干色もちゃうのよ、乾きすぎて。でなんか細かいことは気にしない。私の中でも歴代ナンバーワンリップです。はい、で今日さ、もう美穂さんメイクやから、ボッコボコボッテボテに塗ってるけど、普段はちょんちょんちょんって3箇所ぐらい置いて指でなじませたら、あれあの子赤いリップの持ち主なのかな、生まれつきみたいな、すんげえなんかナチュラルかつ発色血色いいみたいな仕上がりになります。で私はちょっとマットな仕上がりがね好きなので、普段はねこれで美穂さんのメイクしてるんですけど、さっき言ったように普段使いの時はちょんちょんちょん、だから下3箇所上2箇所ぐらいかな、こうやって指でなじませてキャンメイク。ほんまありがとうございます、もうめちゃくちゃ助かってるわ。キャンメイクフルーティーピュアオイルリップ04番です、いらっしゃいませ。おにゅりまし、今これやったらもうなや、リトルマーメイドのなんかタコのおばはんいるやん的なね色に見えて、男性受けはすごく悪い。でも私そのために生きてんじゃねえから。これでメイクは完成しましたと見せかけて、これね指で取って、こことここね、あとチーン、下ネタではございません、顎ね、小指で取ってここやね。すいません、プロテイン出てきちゃった。うん、ここね、完成です。はい、こんな感じですね。どうですか、できたよ、アディオース、脇汗やだね。